セットアップします。よいしょ。まだいいかな。まっすぐか、まっすぐ。これね、最初からね、つけとくんです。フライド。あ、その、内側と外側のやつ。はい。家からもう繋げといたらあかんですか？え、繋げとくんですよ。あ、なるほどね。あ、今あの多分なんかでバラしたよね。一応こういう処理を全部あの変えてるんですよ。あの元々ついてるやつからあの細いやつに。うん、ちょっとでも軽くしたかったから。で、この状態で、まあ、入ってる、うんうんうん、で、出しましたが出さない。で、ゴム、はい、ゴムなんもだから一つ持っときはったらあの紙ゴムの、うん、そうそう、女の子これ探したんですよ、たまたまあので、黄色やったらほら、うん、見えるし、はいはい、小細工が僕好きやねん。そういう小細工が好き、小細工好きやし、そりゃ小細工好きやねん。で、あとペグも一応ね、よいしょ、てるのはもうこのアルミの普通の V ペグ、はいはい、うん、で、黒森で、これを2本だけ持っときはったら全部したら今度重たいんですよ、やっぱり。あ、アルミと比べたら、ね、全然重たさが違う、はいはい、でも黒森で基本的に言ったらあの下が硬っても多分入りますわ。あのだから基本的にこれが正しいかな。だから主要のとこだけで、僕のこのエアライズに関して言ったら入り口があって右の辺と右のこっちとあっち側で僕ええと思う。そしたら飛びにくいかな。どっちでもいいんですね。右、要は大変上に、あの大変じゃなくて、うん、どっちかで多分ね、右の方がねしやすいんですよ。なんでかっていうと、でこれがね入り口、はい、でフライがついてるのは反対で、この状態でまあ場所をまあ風向きはどうやってみんな言うけど、なんか真っ赤から分からへんです。まあまあ、ただできたらその風下っていうのは考えたけど、あんまりどうなんかなって分かんない。だって風向きは変わるし、そうで、このさっき言ったこの入り口の右辺をに、口の右、入り口の右です、ね、入り口の右、向かって右、はい、でここにで、よいしょで、止めとけばあのほら風が吹いても持ってかれんでしょ。まず一つで、もう一本をよいしょ、この状態で、これで飛ばへんでしょ、はい、そしたらこれを決めてから
レームを通します。で、スリーブなんで入り口がだからこことここ2箇所クロスフレームですから、はい、で入れていきゃいいわけです。で吊り下げは実際、まあ吊り下げの方が設営しやすいっちゃしやすいけど、やっぱりなかなかその強度の問題、やっぱりこのスリーブの場合は面で支えるんです。で吊り下げは点で支えるんです。やっぱり風のバンと受けた時のやっぱり強度は全然違うので、やっぱり僕はスリーブは正しいと思ってます。でフレームをここからたしながら、ほな後ろへ邪魔にならんので、刺しながらで反対側もで交差するとこが通ればこのまま一回やめます。あ、ここが一番頂点。頂点そういうことで、なら風が少々ビュービュー吹いててもこの状態やったら持っていかれることないんで、でこれもあっちはらんだとしたって別に止めてあるから、はい、まあ状態にもよりますけどね。でもまあそうすると比較的楽に、でこの交差点だけ気をつけてもって。何を気をつけて？交差点、ここはだからどうしても引っかかるんですよ。ああ、突っ込んでいったら今ドンつきったでしょ。ドンつき、ドンつき、はい、だから、はい、もう袋状なんで絶対どんつきくんですよ。ほうほう。で板こっちまた離してもって、今度こっちも同じように。でこれは途中で、最初の方は途中でやめた方がいいですか？広げてしまうと入れにくいんですよ。であっちが固定されてるから、あ別にいいんですよ入れても、うん、だけど広がってもった時には持っていかれる確率が高いから。で最後ここでもここまで突っ込んだ時に、ここまで先片方突っ込んでたら風強い時にこのフレームごと持っていかれることがあるんで、一応でここまで持ってくるともうあとは繋いでもて、こっち側のフレームもだからこれでいったでしょ。だからここからこなしといて、で、末端がこれでしょ、はい、末端これでしょ、はい、ほならこのままで、これはここでしょ、うん、ここから流れてきてるから、はい、で、2つあるのは一応テンションのためだけなんで、基本的に遠く入れて、これも遠く、そうするとほら立たしゃ立たしゃで、ペグをここに、あ、こっちゃったな。あ、これがおしゃぶり。ああ、さっき、はい、はい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 、これあれと僕も間違って、おしゃぶりをこっちおしゃぶりをね、どう使うかまた説明します、はいはい、でも今まで見たことない立て方ですわ。立てる順序がね、うん、今まで見たことない、見たことないでしょ。理にかなってます。理にかなってましょそれは理にかなってること。でテンション取ってもって、
体の向きとしてはこっちやからね、本当はこっち方向としては、はい、しゃあなしんだ。で、このバックル側の方が一番伸びてる状態、これでほらまたテンションが取れるんですよ、はい、だから一番伸びてる状態、はいはい、伸びてる状態で、このままフライをかぶしてあげて、で、よいしょ、これは本来このエアライズっていうのは何って言ったら、これをここをかけるんです。あ、このここへ、はいはい、で、ここへかけるんですけど、なんでこれここをかけるかって言ったら、ここでペグダウンしたら、ほら、風の巻き込みないでしょ。うん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 、わかります。うん、だけど、まあこれはこれでしてもてん、でも僕はここが別にそこまで言わへんのやったら、これ結構ほら、うんうん、外しにくかったりするわけですよ。はいはいはい、だから、おしゃぶりを、あ、これちょっとやり方ちょっと違うか引っかかった、おしゃぶりを、え、それはおしゃぶりやメーカー出してるもんなんですか？僕が作ったんだって。ほら、ならこっちもおしゃぶりをそのまま入れてもたら、ほら、浮くんですよ。確かにあの、うんうんうん、メーカーの考え方はこう正面からこう風が入った時に絡まない、逃げてくれるっていう、下入らへんように、う、うん、ダウンバウスで上がるときには入りにくいようにはベタベタなんです、うんうん、でも外してちょっとちょっとイメージさ、それを、うん、こんな風に、まあすんごい風の時やったらもうその下普通にしたらいいってことで、ね、まあ、でもそらしても結局だけど、すごい風の時そこまでとかするのめんどくさいでしょ、ほんまは、うんうんうん、でテンション取って、で、これもやっぱりあの、台風、あの、台風に対しては絶対するべきです。風が強い時の安全策を取るにはやっぱりした方がいいし、このスペースも取れるので、で、これも前回一応ハリスナー全部変えました。で、簡単に外せるようになってるんです。ということは何かの応用、要はどっかが赤いなった時に入れ替えがほどかんで済む。ここは閉まってたの、ほら、これで断言してたらほど、はいはいはい、難しいでしょ、こうやったら抜けるでしょ、まあちょっと固なったとしたって抜きやすいでしょ、うんうんうん、完全断言はどうしてもほどくのめっちゃめんどくさいし、多分そういう条件の時っていうのは明らかにしんどいから、で、もうこれに全部書いてあるんです、こういうのセット、まず作りますもん、ご要望があれば、はい、で、これもともと自在のちっちゃいのついてないけど、例えばで言ったら、まあ、まあ仮にたこういう意思があったとする、ほんなら、もっと大きな石でもいいよ、ほんなら、巻きたい時にあの輪っかがしかできてへんかったら限られるでしょ、うん、これやったら何でもできるんですよ、めっちゃ便利ですこれ。で、だいたい半分か返りつけてこれで、よいしょ、返しといて、テンション取って、ここでロック。はい。よいしょ。で、あ、もしこの、今ペグにかけてるけど、では大きな石とか、石とかでも、まあある程度、いいわけですね。うん、輪っかにしてたら、ほら、うんうん、あの、場に通らへんでしょ。はい。で、あ、そうや、あれじゃなあかん。そうそう。で、ここにちょうどだからサブの張り綱で、これはもうやっぱりね必要、あのこれをどうしてもこれで防ぎたい、もう完全にこうなりますね、ならこれは必要なことで、ただ普通は今
ボンベさんもそうなんやけど、もうほぼフライから取るんですよ。そうそうそう、そんなん多いですよ。もうこれはあのフライから取るっていうことはあの意味が違うんです、うん、だって骨組みしっかりせん。その通りなんです。だからフレームから取ってるのもライペンしかないんですよ。でこっから取ってるでしょ、うん、その通りなんですよ。意味としてはそれは正しい。だけどまあね、コストの問題かね、あのなんかいろいろ大人の事情か分からへんですけどあの今はフライから取ります。絶対強度的に全然こう生地とフレームとは違うんで、うん、その通りです。で、そういう種類がこれやってしやすい。大したことないですけどね。でもおしゃぶりなんですよ。おしゃぶり。それはおしゃぶりはどこが出してる？ここ作ってるよ。あとで教えます。あのだから中のこれを止めるやつ。たまたま、これ使えるやんと思った。本来はここに使うもん。違う、じゃない。で、これもだからこの状態で。だからもう全部だからこの自材を変えてるので、何でも。もともと何ついてるんですか、その先。あの普通のプラスチックの自材。だから輪っかにしかなってない。フリーになるってことはないんですよ。他のメーカーね、この紐ね、はい、外側のこれフライっていうのか、はいはい、についてるけど、そんなん外についてて何の意味あるんですか？うん、でもまあ一応多少はマシになるんですか？あのそうです、あの多少はそのまあ多少そんな言い方したらのかな？多少そう多少でもほんまそうなんですよ。ほんまの固定しよう思ったらそうなの、ほんまその通りなんですよ。でフライに破れる確率であったりとか、それからこのへし上がる確率から言ったらフライ止めてもあんまり意味がないと僕は思います。でもこれはもう、はい、メーカーさんの考え方で、モンベルもやめようってしたから、モンベルはもともとそれやったんです。フレームから取ってたんです。だからまあここは本当にやるそれは私も用意ですね。わからない。で、これで。で、あれ、どこやったっけ。よいしょ。これ全然違うんですよ。もう今からやりますけど。で、基本的に言ったら、まあ、天から、まっすぐ大体引いてもらって。はい、天から。大体です。で、帰りはまあ、できるだけまあ、20cm、30cm すれば、出てきたら、ほぼ、まあ、ここが90度がまあ、理想です。まあ、そんな条件がそんなに、こんなやるとこってそんなないので。ペグ重たいから持っていけへんって言ってますけど、いやまあそれは自由ですけど自由ですけど、まあ風吹いたらどうすんのって話です。まあはい、それは自由です。だから基本的に三角テントは全天候にどう対応するか、だからライペンはそれをずっと考えてるから、さっきみたいなあの巻き込みなんていう、僕最初あれなんでいるんかなと思ったけど、意味としてはそういうことで、やっぱり風のこうダウンバーストが起こるという前提で考えてるんで、まあ、山の気象って本当にあの巻き込んでくるんで風は。
応変えました。あのこれだけなんですよ、ついてるのが。いや、これ黄色いよ。ここへこうつけるんですけど、はいはい、できた遠い方がで、ただにしても面白ないんで、こういうまた小細工、これバックで、この長くするのはこの空間があるから。この空間は何で必要なんですか？あの逆に言うと、暑い時は風通しがいいし、雨がこう、濡れていくと本体に張り付くんですよ、あのちゃんと。で、張り付いて、これは防水ですけど、結局内側の結露したやつとか本体のボールにひっついたら濡れます。だからいかにこううまいこと離してあげるか。ただこれはさっき言った風が本当にこうなった時はこれ逆でデメリット、うんうんうん、でも通常の雨の時やったらもう絶対こう離した方が意味がある。でこれをほらチュッチュッといろんな自在があって探してきて、自在っていうのかな、これ自在な。これでほらキュッて引っ張っといて、だから特にほんまあの雨の時が逆に暑すぎる時は風の入りはこれで確保できるんで。例えばこれがこれでしょ。で例えばこれが打てへんかったら、うんうんうん、そのための輪っかにしとくと何でも応用が効くという。はい。え、あの金具にしてないのは何ですか？邪魔やから、自在こっちでついてるから。ああ、そっかそっか。調整はここで調整できるから、ね、そうですもう無駄なことは、うん、ほら、ここ完全空間空いたんです。はい、完成。このめっちゃ綺麗でした。で光してる。はい、それをこれが先の、ね、そう全然違うはずですよ。でほらおしゃぶりここある。ああで、ここでこれを束ねていくと、あ、本来はそこに使うもの。そうなんです。でよいしょ。でここに盛るから、ここはもう紐か、ここは紐だ。でこんな状態です。でよいしょ、マットがさっきの話で150の1メーターなので、これ中に入れるもんなんですか？はい、ほら、こんだけの面積が稼げるんですよ、はい、そしたらそこの部分は仮に濡れたとしても、あの水が入ったとしてもそこは濡れないんですよ、うんうん、普通に売ってるグランドシートって下に行けます。それは外、あのテントの、まあ、保護を兼ねて下に引くんですよね。だからナイロン1枚からあのナインと一緒、うん、エペ入ってみてください。あのその銀マットだけども一応2ミリぐらいやけど、まあ、ね、寝れようと思ったら寝れんことない。あ、でもこの一番奥の引いてないとこと比べたら、だからもう一回外して寝てみやったら分かるんですよ。 ね、あの銀マット外して明らかに痛いから。
まやね。それとさっき言ったけどボトムの部分を保護するというところで言ったら確かにグランドシートは保護するんですよ、うん、だけど一回穴が開いてもたりなんかした時に、うん、ほんなら入ってくるのは一緒なんですよ、はいはいはい、で逆に水が変なところで溜まるんですよ。あでこれはその中やからその銀マットの上に乗っとったら、はい、基本的にそこに水をせえへんかったら大丈夫やってことですよ。そうそう。で2メーターあのこれが1メーター50だったらほぼ荷物のバランスとか考えたらそれで十分寝れるでしょ、はい、というのがこれにおすすめしてるやつです。